ジャン・アンテルム・ブリア・サバランは、フランスの法律家、政治家、美食批評及び、フィスヨラジ・ジュグの著者として知られている。また、ディス、モアセクツ・メインジェス、ジュテ、ジライ・セクツ・エス、ウン・デザート・サンズ・フロマージュ、エーヌ・ベル・アクイール・マンケ・ユンイの言葉はしばしば引用される。本来の性は、ブリアであるが、サバランという名の女性が、全財産を相続させる条件として、 自分の名前を受け継ぐことを要求したため、ブリア・サバランを名乗った。ローヌ川を渡れば、サボイアとなる、アンケンベレーにある裕福な法律家の家に生まれた。ディジョンで、法学、科学、医学を学んだ後、故郷で弁護士事務所を開設する。フランス革命勃発直前の1789年、第二子として三部会に席を連ねる。その後まもなく三部会の、 第三身分で結成された国民議会にて死刑がなぜ必要であるかを演説したことで一定の名声を得る。ベレーに戻ったブリア・サバランは同志の市長を1年間務める。だが自身が賞金首となったことを知るとスイスに亡命する。その後、オランダ、後にアメリカの東部に亡命した。同地には3年間滞在し、その間、 フランス語とバイオリンの教師として収入を得るようになり、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ハートホードを渡り歩く。ニューヨークのパークシアターでは、第一バイオリン奏者を務めたこともある。1797年、失政政府下のフランスに戻り、司法官の職を得る。その後死ぬまで、パリコース裁判所の裁判官を務めた。 法律や政治経済に関する著書をいくつか出版しているほか、ボエジア・アラスと題した小説も残している。生涯独身を通したが、恋愛に縁がなかったわけではなく、第六巻に属するものと考えていた。ブリア・サバランの墓地後、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。1848年発行のビミライさんの差し絵彼が残した作品の中でも特によく知られている。 ビミ未来さんは、1825年、彼が死ぬ2ヶ月前に出版された。この本が世に出て、以来、絶版になったことはなかった。現代を直訳すると、味覚の生理学、あるいは、超越的ガストロノミーをめぐる、瞑想録門科学の会員である一教授により、パリの食通たちに捧げられる理論的、歴史的、時事的著実となる。 フランス語による原文の題名は、フィスヨラジュジュングとあるように学問書を意図しており、その手の書籍にありがちな、記述が冗長だったり誇張が含まれていたり、強情的だったりする面も多々あるが、現在に至るまで、その重要性を失わず、論議の対象となっている。モンテーニュの随筆の影響が見られるこの著作は、娯楽を求めるにも知的欲求を満たすにも、文章の調子が3万過ぎ、 せっかちな現代の読者に手が出せるものではないが、食事を学問として扱い、その楽しみについて述べられている。文体は、ボルテール、ルソー、フェヌロン、ビュホン、コーチン、ダゲスソーラ、ブリアサバランの好んだ、アンシャンレジームの文筆家に習ったものである。またブリアサバランは、ラテン語のほか、5つの現代語に堪能であり、時を見計らって遠慮なく、それをひけらかした。 フランス人にとっては語気としか思えなかったシップという、チビチビ飲むを意味する単語を英語から転用したりと外来語の借用にためらうということのない現代的な著述家でもあった。ブリア・サバランは炭水化物を制限する食事法の基地と見られている。彼は小麦粉、穀物、砂糖が肥満の原因であると確信しており、ビミライ産の中で タンパク質が豊富なものを食べるよう勧めており、デンプン、穀物、小麦粉、砂糖を避けるように季節した。思った通り、肉食動物は決して太ることはない。草食動物においては、動けなくなる年齢になるまで脂肪が増えることはない。だが、ジャガイモ、穀物、小麦粉を食べ始めた途端、芝叩く間に超え太っていく、をもたらす重要な原因の二つ目は、 人が、日々の主要な食べ物として消費している小麦粉や、澱粉質が豊富なものだ。前述の通り、澱粉質が豊富なものを常食している動物の、体には、いずれも例外なく、強制的に脂肪が蓄積してゆく。人もまた、この普遍的な法則から逃れられはしない。美未来さんより、同所のアホーリズムから、ありがとうございます。